どうも、吉高です。2024年明けてから1ヶ月ぐらい経ちましたかね。はい、年末年始休んでから、ようやく頭が動き始めたところなんですけれども、ちょっとエンジンかかるの時間かかっちゃいましたね。というかこういうのをしっかりと時間かけるタイプなんで僕、はい、時間かければかけるほどいいもんやと思ってるんで、はい、動画頑張っていきたいなと思ってます。で今日ですね、何の動画を撮影しようかなと思いながら朝早起きして散歩してました。インスピレーションを膨らますために散歩をしてました。はい、でその中で2024年欲しいと思ってる服について話そうかなというふうに思っておりまして、皆さんもね、今年何買おうかなみたいな考えてると思います。なので今日はそのことについて話していきたいなと思ってます。はい、で今この動画を撮影している時間ですね、4時です。 PM 寝すぎました。普段早起きみたいな慣れへんことしたから飯食ってその後さっきまで寝てました。はい、なので今日はダラダラとやっていきたいなと思ってます。はい、最後までご覧いただけると嬉しいです。はい、というわけで早速2024年欲しい服について話していきたいなと思ってるんですけど、まずですね、セットアップ欲しいです。セットアップで、なんでセットアップ欲しいのかっていう話なんですが、仕事で着たいと思ってます。はい、僕普段 IT 系の広告代理店で働いているんですけれども、基本服装自由です。私服で出勤してます。なんですけどたまにね、お客さんと商談する機会があったりするので、そのタイミングで着ていくような服ですね。スーツにネクタイみたいなんでもいいんですけど、ちょっとカチッとしすぎてるんで、それほど硬くない、セットアップ、緩めのジャケット、パンツみたいな、そういう服が欲しいと思ってるんですよね。で具体的なブランドは決まってないんですけど、イメージとしてはテアトラみたいなブランドです。はい、現代のワークウェアと言われている、クリエイティビティな仕事をする人に向けたユニフォームを展開しているブランドなんですけど、僕の仕事クリエイティビティなんで、はい、そういうテンションの緩めのセットアップが欲しいと思ってます。なのでもしですね、こういうブランドおすすめだよみたいなあったらコメント欄で教えてください。で次に、革靴欲しいと思ってます。はい、もっぱらスニーカーを履いてきたんですけど、最近ですね、気持ち的にこう革靴履きたいなと思ってて、何かいい革靴を一足買いたいなと思ってます。はい、でこれはですね、具体的なブランドイメージ湧いてるんですけれども、パラブーツ、シャンボードをですね欲しいなと思ってます。最近値上げするらしいんですよ。はい、なので値上げする前に買ったろうかなみたいな感じで、でシャンボーの中でもアーペントルっていうブランドとのダブルネーム の革靴があるんですけれども、それがすごく気になってます。過去動画で一度紹介したことあるんですよ。で紹介する前はサイズしっかりあったんですけど、紹介してからサイズかけました。誰やかったん。はい、全然怒ってないです。僕が紹介したんで嬉しいです、買っていただいて。で僕か分かんないですけど、はい、なんですけど、サイズがなくなってきてるんで、他のブランドも検討してるんですが、オールデンの V チップシューズとか、あとはエンダースキーマの革靴欲しいなと思ってます。エンダースキーマの革靴いいですよね。革靴なんですけれども、ソールが結構ボリューミーだったりしてバランス取れてるんですよね。日常使いしやすい革靴、 U チップのやつとかローファーのものとか、その辺が欲しいなと思っているんですけど、であとはリプロダクションオブファウンド革靴出てるんですけど、イタリアンミリタリートレーナーっていう U チップのシューズがあるんですが、それもすごく気になってます。かっこいいんですよね。ただなかなかね、店頭に置いてなくて試着とかができないんで、革靴なんか試着せな絶対あかんじゃないですか。なのでちょっと攻めあぐねてるっていう状況です。もしね、このブランドいいですよみたいなのあったら、これもコメント欄で教えてください。はい、で次にスニーカー。はい、革靴欲しいなって言ってますけど、スニーカーもなんだかんだ履きます、やっぱり。で1個だけ気になってるブランドがあるんですけれども、ラストリゾート AB っていう、スケシューのブランドですね。最近スウェーデンから出ているブランドなんですけど、このスケシューのねブランドが気になってます。でその中でもタッセルローファーみたいな感じのスニーカーがあるんですけど、これがものすごく気になってます。はい、あとはオーソドックスなシューズもあるんですけど、その辺が気になってるんですが、在庫が全然なくて、はい、
多分生産数少ないんでしょうね。なので、まあ、再入荷待ってるんですけれども、まあ、再入荷したらすぐにね買いたいなと思ってます。まあ、買った時はまた動画で紹介するんですけども、まあ、スニーカー気になってますというところと、あとは、まあ、アクセサリーですね。ジュエリーもね欲しいなと思ってるんですよ。で、分かりやすいところで、まあ、エルメスのオスモズとか、まあ、ヴィンテージエルメスでもいいんですけれども、まあ、オスモズが、まあ、すごくシンプルで使いやすそうだなっていうところと、まあ、エルメスのジュエリーなんか一生もんじゃないですか。なので、まあ、すごく気になってます。はい、あとはあのリーフェジュエリーっていうねブランドがあるんですけれども、あの幼児山本のジュエリーラインみたいな立ち位置で、デザイナーが Y3 のジュエリーとかも手がけてたみたいな感じの、まあ、ジュエリーがあるんですけれども、かっこいいんですよこれ。で、どんなイメージのジュエリーかっていうと、あの漢字一文字で表すと、強ですね、はい、強みたいなジュエリーなんですけれども、かっこいいんですよ。あのモデルにエイウィッチ採用したりして、まあ、結構ね、あの強い感じのジュエリーなんですけど、割と女性向けのラインなのかな、なんですけど、デザインすごく良くて気になってます。はい、で、あと、財布、財布欲しいなと思ってます。はい、あのミニウォレットですね。まあ、キャッシュレスなんで最小限のカード、財布、小銭が入るような、まあ、そういうちっちゃい財布が欲しいんですけれども、で欲しいなと思ってるのが、これもまたエルメスのベアンっていう、まあ、一番定番のモデルなんですけど、まあ、その辺とか、まあ、あとはボッテガとか、まあ、分かりやすい感じですね。分かりやすい感じの財布が欲しいなと思ってるのと、でちょっと変わり種で言うと、ジェットストックっていうブランドがあるんですけれども、割とあのインスタグラムでこう発信している、まあ、財布のブランドがあるんですけれども、あのコブラバックルがついてるんですよ財布に。まあ、ジェットストックかっこいいなと思ってるんで気になってます。はい、で、あとはバッグ、はい、バッグですね。ヘルメットバッグが欲しいなと思ってます。で、最近ですね、僕動画で紹介したんですけど、コッツウォルダーアクエリアスっていうブランドのバッグ買いましたって言ってるんですが、もうちょっとね、僕のこうイメージに近いものがあるんですよ。こういうバッグ欲しいなみたいな。で、コッツウォルダーアクエリアスもすごくイメージに近いんですけど、あともう一歩みたいな感じなんですよ。で、今気になってるバッグがあるんですけど、それがあのバッグジャックとあのビショップのダブルネームのバッグ、ヘルメットバッグがあるんですけど、そういうテンションのバッグです。はい、大きすぎず小さすぎず、 PC がちょうど入るぐらいで小さすぎず、なんかこう男性でも使えるような、そういうバッグを探してるんですけど、ただそのバッグジャックとビショップのバッグはですね、結構前に展開されてて、二次流通市場でしか展開されてないんですよ。で、見つけることも難しいから、まあ、そういうテンションのバッグを探してます。はい、ちょっとバッグ探しの旅はですね、めちゃくちゃ長くなりそうです。はい、まあ、そんな感じで24年欲しい服はほぼないな。セットアップぐらいやな。ちょっとそれ以外の洋服とかで、ね、まあ、ちょいちょい目つけてるものもあるんですけれどもね、あのスウェットとかケルスポーツのスウェットとかちょっと気になってたりするんですけど、まあ、気になってるもの様々あるんですけれども、まあ、一旦ね、今日朝早起きして散歩しながら考えて欲しいなと思ったのはこの辺ですね。はい、何か参考になりましたでしょうか。はい、という感じで、まあ、今日ね話したものね全部変えたらいいんですけど、まあ、多分無理です。はい、えげつない金額になるんでなんですけど、何かね一つでも変えたらいいなというふうに思っております。はい、というわけで、まあ、今日の動画なんですけれども、まあ、これぐらいにしておきたいなというふうに思っております。はい、もし今日の動画が少しでも参考になったなと思われた方は、高評価ボタンとチャンネル登録押していただけると嬉しいです。はい、あと SNS も頑張っているので、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。というわけで、本日もですね動画の方最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。